これから工場を見学させていただくんですけども、はい、そもそもメロンカレーってどうしてメロンを入れようと思ったんですか？はい、茨城県が、メロンの生産量日本一ということで非常にメロンが有名な県なんですよ。特にここ鉾田市というところが、はい、メロンの生産量が多くて、そういったものを、世の中にもっと広く知っていただこうということで、カレーに入れてみたところ意外と美味しい味になりましたので、商品化となりました。斬新ですね、アイディアが。実際食べたことありますか？はい、どんな味がするんですか？はい、味はカレーです。ほんのりこうメロンの香りと甘さが広がって、カレーによくマッチしていますね。一緒に豚肉も入れているんですけれども、ポークカレーにメロンが入ったカレーになったんですよ。これ美味しいメロンっていうのはどうしても柔らかいんですね。それを形残すっていうのが一番苦労した点ですね。今ちょうど収穫したメロンが、工場の方で準備できましたので、これから作業の方移ります。よろしければ工場の方に、ご案内させていただきますので、お願いします。お願いします。工場にやってきました。何かわかりますか？だいぶ、こんな感じになって、私たちは今からさっき収穫したメロンをね、使ってカレーにできるまでの流れを、見学させていただきに行きます。今から。行きます。行きます。行きます。ここが調理場で、実際カレーを作っていきます。カレーにあそこが目の前にある、釜で今カレーを。大きい釜で、1回で、2000食分のカレーができます。2000食分、ね、食品工場で2000食っていうのは結構小さいんです、大きいところは何万食、何十万食って作るんですけども、野菜をカットして、で一から炒めて作ってますので、1回でそんなに量ができないんですね。その分美味しいカレーが出来上がります。こちらで、袋詰めを行います。こちらで、大きなメロンと合わせて袋に入れて、ここでメロンをとりあえず、どうしよう、適当にこのぐらい、こうやってこう入れてるとこ、こういう。この検査機器を何台か通します。この手前の機械、このモニターがついてるやつですね。このレントゲン写真みたいな。ここは X 線の異物検出機といって、硬いもの、石ですとか、当然金属もそうなんですけど、硬いものを、全部検出して、除去で弾いてくれます。その先に、金属検査、刃物ですとか、そういったものが入らないように、それが製品として出荷されないように、こういった2種類の検査機器を通しています。その後、外観検査を、人の目で見て一枚一枚、検査をしています。お疲れ様でした。やっぱりね、見た目ですね。どこにメロン入ってるのかわかんない。わかんないです。いただきます。メロンどれだろう。それがメロンですかね。お肉と一緒に入っているんですもん ね。あ、これお肉で、あ、これかな。うん、私たちが入れたメロンかな。どれこれどれかわからんの。いただきます。
うん、メロン入ってます。ね、なんかメロンってわからないです。結構普通になんか野菜っぽいですね。だからメロンって感じがしない。確かになんか玉ねぎみたいな。そう。玉ねぎみたいな。って思うぐらいすごく馴染んでますよメロン。あれ？あれもメロンの味する？甘いです。はい。本当。ちょっとこれかな。メロンがメロン食べてるとルーのところがすごいまろやかになります。本当だ、すごく。でも本当にまろやかになります、そこが、うん、でもメロンの味もちゃんとしますし、とっても美味しいですよ。美味しいです、うん、皆さんもぜひフォレストフォーレスト里山里海へ行こう。里山里海 with 勇気の翼2014収穫祭で、このメロンカレーを、はい、ぜひ買って食べてみてください。食べてみてください。